おはようございます。とうこママです。新しい一日が始まりました。最近は夜更かしをすることもなくなり、夜9時には子どもたちと一緒に寝ています。早く寝ているので朝5時に気持ちよく起きることができています。一人で過ごせる朝の時間は私にとっては特別な時間です。寒い冬の朝は温かい紅茶を飲む日も多いです。 IKEA で購入したコップ用の茶こしを使っています。成城石井で購入したアールグレイは味も香りもとってもいいです。お湯の温度は95度以上。このまま3分ほど蒸らします。さて、お弁当作りを始めましょう。子どもたち、今日は動物園へ遠足です。昨晩からとても楽しみにしていました。最初に作るのはポテトと鶏肉のオーブン焼き。オーブン料理はほったらかしでいいので忙しい朝にはぴったりです。鶏もも肉は2枚使います。水分はしっかりとペーパーで拭き取ります。余分な皮や油を落としたら切り分けていきましょう。今日使う調味料はクレイジーソルト。岩塩にさまざまなハーブが調合されているので、これ一つで本格的な味になります。鶏もも肉1枚に小さじ1、少し多めに振っておくといいです。ニンニクもすりおろします。よく手で揉み込んで味が馴染むまで20分ほど置いておきます。トレイの汚れ防止にアルミホイルを敷いておきます。我が家のオーブンには網がついているので、この上で焼いて余分な油を落とします。網がない場合はクッキングシートの上に直接置いて焼くといいです。じゃがいもにはオリーブオイルを絡ませます。これにもクレイジーソルトを振りかけておきましょう。あとはオーブンで焼くだけ。230度のオーブンで約20分焼きます。おはよう。みんな早いね。
OK かな。はい、いいよ。はい、朝ごはんの味噌汁用にだしを取っておきます。今日のお弁当は子どもたちリクエストのチャーハンです。動物園への遠足なので、もっと洒落たものをリクエストされるかと思ったのにチャーハンでした。冷蔵庫に入っていたものでチャーハンを作ります。あ、2個しかない。いつもチャーハンを作るときは1人1個分ぐらいの卵を使うのですが、こんな日に限って卵がわずか2個。大丈夫、2個の卵でも美味しいチャーハンになります。うまいや。最近は有機の無添加鶏ガラスープを使っています。先日のコストコで大きいサイズを買ってきたので詰め替えましょう。まずはベーコンから炒めます。ある程度炒まったら、さらに油を入れて卵を入れます。卵が半熟のうちに温かいお米を加えましょう。美味しいチャーハンのコツは、卵でコーティングしたお米を油をしっかり引いたフライパンで炒めてあげること。味付けは鶏ガラスープ、そして塩。黒胡椒を振ります。最後は酒を一回し、お米をふっくらと仕上げます。子供たちが絶賛してくれるチャーハンです。味付けはシンプルですが、お米はふっくらで冷めても美味しいチャーハンです。チャーハンを冷ましている間に身支度に行ってきます。さて、お弁当作り再開です。ブロッコリーはお弁当に入ると彩りが綺麗ですよね。お茶漬けがいいの？うん、だしはどこだし？だし茶漬け、こうお味噌汁にしようと思ってたんだけど、だし茶漬けですか？だし取ってるから。同じだし？同じよ。塩を入れたお湯で3分ほど湯がきます。
みかんを買ってきました。品種は何だったでしょうか。冬のこの季節はいろんな品種のみかんを楽しむことができるのでいいですよね。この切り方をしましたが、皮の厚いみかんだったのでクレープフルーツのように薄皮も手で剥いてあげた方が良かったかもしれません。品種によって様々なのでみかんの剥き方は悩みますよね。鶏肉が焼けました。オーブンで焼くだけで鶏肉の美味しさもワンランクアップします。ました。じゃあご飯入れてからね、お弁当してるからちょっと待ってね、ちょっと待ってね。やったよ。はい、ママ今何時？今もう急がないと。動物園だ、早くからダメだよ。そうそう、動物園だから急がないと思う。今日は動物園、子供たちもお弁当を待っているので急ぎます。お弁当作りもラストスパート。フルーツを詰めれば完成です。今日は子どもたちのリクエストのチャーハン弁当です。お外で食べるお弁当は美味しいはず。味噌汁を作る予定でしたが、息子のリクエストで朝ごはんはだし茶漬けに変更です。だしはだしパックで簡単に取りました。味付けは塩、そして醤油を香り付けに少し。あなたのご希望でだし茶漬けになりました。味噌汁から。え、だしだよ。俺も飲む。ちょっと塩足そうか。だしのやつじゃなくて、薄い。でもだしの味するでしょ。うん、もうちょっとだけ飲むか。薄い。塩っていけるか。塩とね、醤油は香り付けな。薬味のネギを切ります。梅干しは種を取って細かく切ります。もう一品はしらす。だし茶漬けの薬味はネギ、梅干し、そしてしらすです。だし入れるよ。ねえねえ、これさ、先にさ、だしかけちゃうから後で自分でさ、はい、薬味かけていい？やだ、わかりました。ネギとシラス。これ美味しい。薬味をのせていただきます。焼き鮭や塩昆布をのせても美味しいです。
出発の時間まであと少し、急ぎましょう。変わらぬ慌ただしい朝でしたが、今日も子どもたちを無事に送り出せそうです。準備もバッチリ。それでは子どもたちを送りに行ってきます。